西洋ファンタジーっていいよね。襲い来るモンスターに剣と魔法で挑む、その姿ちょっとした憧れもあると思います。ホラーな世界でゾンビや怨霊に追いかけられる映画のような展開も素敵ですよね。忍者や侍が闊歩する和風の世界を自由に歩けて話せたら夢のようだと思いませんか。しかしそれが現実のこの世界で本当に行われる夢のようなことがあるとしたら、あなたはどうしますか。こんにちは、ひなさきぼっちきです。今まさに話したロマンのすべてを実現できるラープというものを日本に広まるべく普及活動を続けている体験型ラープ普及団体クロスのスタッフです。冒険企画局さんからリアル RPG を日本でやりたい、ラープ奮闘記も今日本で書籍化して出版しております。ですのでこちらもぜひ買ってくださいね。よろしく。今回はそんなラープって一体何だろうということを皆さんにご紹介して解説をしていこうと思います。よろしくお願いします。それでは行ってみよう。ラープって何？ラープとはライブアクションロールプレイング。海外で40年以上も前から生まれ、コアなファンを獲得、流行し未だポピュラーな体験型コンテンツです。もうちょっと簡単に言ってしまえば、大人の全力のごっこ遊びだと思ってください。日本の体験型コンテンツといえば、人狼やマーダーミステリー、リアル脱出ゲームや謎解き、それからイマーシブシアター、いろいろありますね。そんな中の一つだと思っていただければ OK です。例えばラープではこんなことをやります。現代に近い世界観で超能力などのサイキック能力を用いてヒーローのように立ち振る舞う、いわゆる特撮世界。西洋中世ファンタジーの世界観で魔法を映唱し、火の玉を作り出し魔物の群れを投げ払う、ホラー映画のような世界観で怪奇現象に見舞われ、時に発狂するような目に遭いながら命拾いする、ゾンビの大群に武器で立ち向かい食料や安全領域の確保などを繰り返す中での生活を楽しむ、ポストアポカリプス、いわゆる終末世界。そこで荒野の世界を探索し、さまざまな真相や物語に迫ったり日常を楽しむ、魔法の道具を売り買いする市場の中でキャラクターを装い売買する時間を楽しむ、キャンプ用具などを用いてその世界の住民のように生活し料理を振る舞う。ちなみにラープで検索するとこんな感じの、大勢がわーって集まって大戦争するような西洋ファンタジー世界の写真がたくさん海外から検索されると思うんですけども、あれだけがラープじゃないからね。あれはラープの究極形態で、普通はいろんな世界やジャンルがあります。あなたが見ているラープは氷山の一角に過ぎないんだぞ。実際にこのようなことを行いながらゲームとして障害学習性のある催しとして、またはロールプレイングワークショップとして様々な布石を目指していきます。日本でも少しずつ広まりつつある取り組みです。ラープ、名前だけは聞いたことがある人も増えてきてるんじゃないかな。大勢ですることもあれば少人数ですることもあるし、究極一人で行うこともあります。それではもう少しラープを掘り下げてみましょう。クロスではラープにおいて3つのポイントを作っています。まず1つ、体験して知る。日常からちょっと離れた、またはもっと離れた非日常には想像だけでは分かりえなかった新発見がたくさん潜んでいます。特殊な状況に自分の体を置いてみて実際に動いてみることで、暗闇には何が見えるのか、扉の先からは聞こえる音は何だろう、推測して発想して考える、体験から得られるものはいつでも新鮮でたくさん発見を見つけたりできます。やってみるとわかるけど、多くの人たちは日常の中で判断して迷って行動して、そういう風に動いていることは結構あるんです。2つ目、没入してわかる。その世界に潜るように没入する、また装うことって結構楽しいよね。凝ったアトラクションなんかはそうだと思う。大きな世界で動くことの楽しさを得られます。それだけではなく成功体験をそのまま持ち帰ることができます。そして成功だけではなく、きっともちろん失敗だってするでしょう。でも失敗した体験は
そっと予想っていたキャラクターが引き取ってくれる。それこそがラークの醍醐味です。つまりラープの中で今まで挑戦したことのないたくさんのいろんなことを挑戦することもできるんです。3つ目、参加して選択する。映画や漫画のような非日常的な物語世界にそのまま入り込み、自分が物語に影響を与え選択し続ける。ラークはそれらを可能にします。決して物語の主人公になれるとは限りません。ここ注意ね。でもあなたの存在そのものがすでに世界に影響を与え物語の歯車を動かしていくのです。これって結構大切なことで、ほんのちょっと誰かと話すだけでも、ちょっとしたアイテムを拾うだけでも運命は変わっていくんだよね。まるで池にポチャンと小石を投げたその波紋が他の波紋と重なり合って、その波紋がどんどん形を変えていくように、運命がどん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 リアルタイムで変わっていきます。運命って案外そんなもんだよね。ラープについて少し理解していただけたでしょうか。次は日本で行われているラープについて紹介します。あくまで代表的なものを厳選していますので、もし自分が気になったなと思ったらぜひ自分で調べてみてくださいね。まずゲームであるもの、ストーリーラープ、シナリオがあり、用意された大まかな筋書きの中で繰り広げられる物語、ストーリーを紡ぎ体験するゲームです。物語の中に入る映画の登場人物の一人になるが一番感覚として近いかもしれないね。日本で一番最初に始まったのはこのストーリーラープです。コンバットオンリーラープ、ストーリーやシナリオは特にない場合が多く、戦う場面や様子を演じることに重点を置いたゲームです。日本ではサバイバルゲームフィールドなど比較的広い場所で行われていることが多いかな。屋外であることも多いので、のびのびと剣を使って敵を倒す、しかもロールプレイをしっかり交えてね、そういう風にやるのもすっごく楽しいよ。ワールドダイブ型ラープ、限られたシチュエーションの中で様々なコンテンツが存在し、多人数で挑み自由なスタンスで行う世界を味わう世界没入、まさにワールドダイブのラープですね。戦うフィールドやお店、フードコートなどが一箇所に集まるようなラープになります。プレイヤーたちはかなり自由に動けるけど、でも自分はどんなことをすればいいかわからない、そんな風に迷ってしまう人も結構いると思う。なのでこれはちょっと中級者向けのラープかもしれません。日本では一番新しい形態のラープです。ゲームではないもの、酒場ラープ、実際の酒場や見立てた会場を使い、本当に酒や飲み物、食べ物を飲み食いしながらロールプレイだけで楽しんでいきます。海外ではタバンラープと呼ばれています。実際に美味しいものを食べて、しかもお酒も飲める、これは結構重要だよね。日本でも少しずつ開催されていますよ。生涯学習系、特定のシチュエーションと様々な役割のキャラクターになり、実際にキャラクターの立場を体験するラープです。フィードバックをする時間には自らが発見した体験やことを語り合うといった学習やワークショップに比重を置いたものです。これ避難訓練系もそっちかもね。海外では福祉や教育にも多く使われるようになってきました。日本でも少しずつ福祉の余暇活動や教育観点で広がりを見せているよ。ちなみにデンマークでは授業をすべてラープにするということをやっている珍しい学校があります。そこの学校は実際に学力テストを行っているらしいんだけど、その学力はかなり高水準をキープしてるらしいよ。すごいよね。さてここまで話して気になる単語があったと思います。そう、戦闘です。日常生活で戦闘なんて話したことある？部活でもない限りはあんまりやったことないんじゃないかなと思います。私正直ラープできるのかなって不安になることも多いんじゃないかな。実は何を隠そう、私もその一人です。というわけで戦闘ルール2種類今回はご紹介しようと思います。物理的判定の戦闘ルール、安全なラープ武器で体に接触させ攻撃の当たり判定を決定するルールです。これをクロスでは物理戦闘と呼びます。安全に戦うための武器、防具や戦い方に関するルールが存在しています。通常はこのような柔らかいスポンジの武器を使います。これ見えるかな、すごい柔らかいの、ここのところとかね、
グニグニ動くんだね。これラープ武器って言われています。これはエピックアーマイさんの武器を使っています。参加者はそれらを守りながら楽しく戦っています。もちろん私もね。論理判定の戦闘ルール、一方武器などの接触を行わず、カードやトランプ、じゃんけん、サイコーなどで攻撃の成否を決定するルールもあります。これをクロスでは論理戦闘と呼びます。武器は接触しないようにしたり、接触させたとしても安全を強く心がけるルールが多い印象です。また私みたいに体を動かすことが苦手だったり、体に何らかの障害を持っている方がきちんと遊べるようなユニバーサルデザインを採用しているところも結構多いよ。さて、新型コロナの影響で今は直接会ってゲームを行うことがかなり難しい、そういう時代になっていますね。まあ新型コロナ、正直なところ目つぶってほしいんですけど、はい、まあそれ置いといて、新型コロナの影響によりオンラインのラープも増えてきたので、ここでご紹介させていただきますね。オンライン型、直接対面せずオンラインで行うことができるラープです。ビデオチャットや文字チャットを使用し物語を進行していきます。そしてオフライン型、直接対面し実際に体験する五感を楽しむラープです。オンライン環境を必要としませんが、新型コロナ対策を行う必要はありますね。ちなみにクロスからコロナ対策のガイドラインと、それからチェックリスト、そういったものも作って発表しておりますので、ぜひ使ってくださいね。いかがでしたでしょうか。世界にはまだまだ楽しいラープがたくさん催しされています。今回はその最初の入り口にご案内していました。このチャンネルでは楽しいがギューッと詰まったラープそのものをご紹介するということもたくさんやっていこうと思いますので、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではひなさきもちきでした。またね。